2022年10月18日火曜日より BS テレ東でローカル路線バス乗り継ぎの旅第1弾の放送があります。記念すべき第1弾は横浜から富山、マドンナは中島文江さん、若き日の田川&恵比寿を堪能できますよ。初回放送2007年10月20日土曜日以下。番組内容です。日本列島横断ローカルバス乗り継ぎの旅第1弾 BS テレ東2022年10月18日火曜日18時54分20時49分太平洋側の神奈川県の横浜から日本海を望む富山県氷見まで路線バスを乗り継いでいく旅に田川陽介、恵比寿義和、中島文江の3人の旅人が挑戦。果たしてたどり着くことができるのか。行く先々でどんな人と出会い、どんな絶景を目にするのか。ハプニングあり笑いありの見逃せない2時間です。出演者田川陽介、恵比寿義和、中島文江。